はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第16話ですね、第16話。さて、今回は、知恵も工夫もなければ、即断即決して前へ進め、というテーマで進めていきます。よろしくお願いします。前回、久保さんは3つのことについてお話ししてくれたんじゃないかなと思ってるんですけれども、1番、お金のない時のお金の払い方。そして2番、最低限の暮らしでいいという罠。3番、人にはコストをかけてもいいんじゃないかというお話ですね。この3点についてもう一度整理しながらお話しさせていただきたいなと思っております。まずこの3点に共通するのがお金の使い方なんじゃないかなと思っておりまして、1番、お金の払い方。そして2番、お金を使わない生活、お金を払わなくて、その逆ですね、使わない。で、3番が人へのコスト払い、こちらも払うということで、お金を使う、使わないの話をテーマとして、話してくれたんじゃないかなと思うんですけども、要はこの前回の話では、お金を人生でうまく使えてますかっていう問題提起をしてくれたんじゃないかなと。お金を使うことがある別の目的達成のためであるならばと漢字ばっかり並んでるんですけど、まあ、お金を使うっていうことが何かの目的、何かをするためにお金を使うと。何かをするためにお金を使うならば、お金を稼ぐことはある別の目的達成のための必要手段と、これまた漢字ばっかりなんですけど、まあ、稼ぐって何と。何かをするために稼ぐんだよ、みたいな。稼ぐ、何かをするための手段、何かをするための単なる道具みたいな、お金は目的を達成するための道具みたいなものなんじゃないかなと、これはなんかいろんな人が言ってたような気もするし、なんかそれはようやく少しなんか分かってきたような気もするんですけども、もうお金は単なる道具なんだと、目的を達成するための一つの手段に過ぎないんだ、みたいなところが少し、なんか分かったような気がした、気がするんですけれども、さて、そのお金の払い方、お金を使わない生活、人へのコスト払いですね、1、2、3。これをこう並べてこう見て、こうやってじーっと見てみると、まあ、ある目的を達成するには、まあ、大なり小なりお金はかかるんだと、まあ、当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、そうだなと。で、目的、何かを達成したいんであれば、その条件を満たすためにお金を稼ぐというのが自分の中でしっくりして、要は何かをしたいんだから、何かをするためにお金がいると、だからお金を稼ぐんだって、お金を稼ぐことが、目的なんじゃなくて、お金を稼いだ先にその何にこう使うのかみたいな、ああいうところをしっかり考えて、だからこれだけ、いるんで、これだけ稼がなきゃいけないみたいな、稼ぐっていうところじゃなくて、その先をしっかり見ましょうよみたいな、いうところっていうのは、これは、なんかずっと言われてたような気もしたなと思ってて、でもやっぱうまくこう刺さらなかったっていうところは自分の中であって、まあ、そこが少し、なんかニュアンスの違いなんですけれども、少しなんか分かったなと前回の話で、お金を稼ぐことは目的を達成するための単なる手段に過ぎないと。お金を稼ぐことが目的ではなくて、その先のこの等価交換するというか、お金を稼いでそれと何かを交換するための手段に過ぎないんじゃないか。こういうふうに考えるとしっくりなんか来るような気がするなと少し考えましたし、ようやくそういうことが分かったような、分からないようなその入り口に立ったような気がいたします。さらにですね、ここからもう少し掘り下げていこうと思うんですけれども、この動画を見ると気になる男シリーズとして、久保さんのメディアに頻繁に登場している覆面 YouTuber タカが、そんな気になるような男なのだろうか、その謎について確かなヒントが見つかります。また顔出しもせず、スライド動画を作って久保さんとリレー動画をすることで、タカの内面をより掘り下げる動画をお送りいたしますので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速いってみましょう。1番、お金のない時のお金の払い方。そして3番、人にはコストをかけてもいい。この1番と3番を話としてちょうどこう重なる部分が僕としてありましたので、1番のお金の払い方の話をしている間のところで、3番の人にコストをかけた僕の実体験を入れて話を進めていきたいなと思っております。さあ、1番ですね、お金のないお金の
お金のない時のお金の払い方。まず、最初にですね、速稼塾生でもないのに、久保さんのやりとりですね、久保さんのやりとりをこのまま続けても良いのか問題ですね。良いのか問題。これをまたね、蒸し返そうかと思うんですけども、これはやっぱり僕の中でずっとこの引っかかっていて、確かに久保さんはお伝えしてくれましたよと、塾生だからとか、そうじゃないとか、考えてないんだと、YouTube の可能性を私の塾生に広めてやってくださいと、そもそも、速稼塾に僕が入ったところで、塾生が増えるのは確かにありがたいんだけれども、塾生が一人増えましたよと、二人増えました、三人増えましたと、私が、まあ、久保さんがその入学金を喜びますかと、もちろんね、それはありがたいけれども、違うんだと、そういうところじゃないよと、いうところをお話ししていただいたところで、そしたらば、じゃあ僕がですね、なんか違う恩義で返すのがいいだろうというのが第1話か2話か3話かちょっとそういう話がしたような気がしていて、じゃあこの恩義を返すと言ってもまた掴みどころがない話になって、結局、心が何かモヤモヤした状態で、まあ、ずっと続いていたところだったんですけれども、まあ、ちなみにですね、吉谷さんに、久保さんとやりとりするんですけどっていう話を、まあ、持っていたところですね。これは、久保さんに話が、久保さんとちゃんとしたやりとかする前にですね、やりとりする前にちょっと吉谷さんに話を通しましょうっていうところがあって、そこをちょっと久保さん、吉谷さんに話を持っていったときに、タカさんが成長するためには、もう何でも調整しなさいと。もう何でもやりなさいと。久保さんとやり取りすると、いいんじゃないかと。ぜひ行きましょうよというところで、まあとりあえず、そういうことでね、吉谷さんからも、まあ全然いいよと。まあ全然いいし、どんどんやれっていうところだったんで、じゃあ、よし、行きますわっていう感じで、久保さんとのやり取りがまあスタートしたわけなんですけども、ここでですね、ここで、人にはコストもかけてもいいという、少し話をちょっと、割り込ませていただくんですけれども、僕がですね、人にコストをかけた実体験の話、ここで話したいと思うんですけれども、まあ、一人の方に対して、こんなにコストをバンと、まあ、払ったのは初めてだと思いますみたいなね、話なんですけども、まあ、これは、久保さんもご存知の通り、吉谷さんに、僕が払ったと、コストをかけたというところですね。僕は吉谷さんのコンサルを、まあ、2年前に受け始めたんですね。2年前に受けて、まあ、一番良かったこと、これ一番良かったのは何かなって考えたんですけど、やっぱり気になることがあったら躊躇なく聞けることかなと、この、聞いた質問の答えよりも、この躊躇なくというところは、僕にとって最も重要で、かつ一番大切なところ。っていうのは、でもこれは、その吉谷さんにコンサル費用をしっかりとお支払いしたから、いつでも、何度でも気軽なく質問ができていると。まあ、そして、そのサポートの内容もあって、まあ、サポート期限が終わるまで、まあ、サポート期限というのは1000万稼ぐまで、サポート期限、サポートはするよと、まあ、1000万円保証という形だったので、1000万円稼ぐまではサポート期限やるんで、それまでやろうと。という条件だったのに、逆に早くコンサルを終わらせようと。長々とね、続けていってもしょうがないじゃないかっていうコンセプトだったんで、じゃあもうね、どんどん質問して稼ぎ出す必要があったっていうところの、まあコンサルのスタートだったので、まあそこに遠慮とか躊躇とか、必要なく、まあ結果を出すためにはもう質問していて、どんどんこうやっていかなきゃいけないっていうところがあったので、これは僕にとって大きな体験だった。ありがたい。つまりその、自分はまあ僕はですね、普通人にこうあんまり頼るのはこう遠慮がちで、なんか気が引けるというか、ちょっとね、あんまりこう人に頼むっていうのは苦手な性分だったんですけど、まあ、このような形でね、むしろ積極的に質問してこいと、早く終わりましょうと、早くコンサルを終わりたいんだと、まあ、吉谷さんも言ってますね。早く終わりたいというところも言ってますね。じゃあこれ早く終わらせなきゃいけないなというところで、自分を変なブレーキですね。変なブレーキをかけずに、変なブレーキをかけずに前に進めることができたということで、これから言えることが、その人にコストをかけるというのは本当に大切なことなんだなぁと、まあ、改めて感じましたし、だからこそ今の状況を突破しなければいけないなと、前に進み続けなきゃいけないなっていう意識がすごく強かったというところがありますと。
そしてまた話をね戻すんですけども、まあ、一番お金のない時のお金の払い方の話に戻りますが、できれば僕はその自分の仕事に対してだけは、まあ、なるべく自分が引け目を感じることなくやっていきたいというのはやっぱりすごくあって、その上で、久保さんと長くお付き合いできればね、これはね、やりとりがもうできるならば、それはどんなに、素晴らしいことかと、今、こうやってやりとりさせていただいている中でもですね、考え方っていうのは日々アップデートをされてるんですね。やっぱり毎日毎日やりとりすることで、それを聞いて、まあ、こうやって、そうですね、こうやって、このスライド動画ですね、このスライド動画で情報発信するスタイルっていうのも、この久保さんとのやり取りする中、本当にまだ1週間も経っていないんですけども、この久保さんとやり取りする中で、どうやったら自分の思考だったり、自分の意見を整理した形で伝えられるだろうかと。この一旦その、整理するっていう時間が、僕には必要だったので、まあそしていろいろ考えた逆に、まあ、編み出された、このスタイルになったんですね。だからこそ、何らかの形で、まあ、恩返しせねばならぬというところに、まあ、なるんですけど、これは一体どう返していけばよいだろうかと。まあ、借りっぱなしでもいいんじゃないかっていう話は、久保さんもしていったんですけど、やっぱどうにも引っかかるんだけど、これがうまくこう言語化できないと。なんかこう、もやっとしてるというか、っていうところ、もやっとしたままでもいいのか、わからずにこう、ずっと続いていたところが、まあ、というジレンマがありましたし、なんかこう感覚的に抜けきれないというか、なんかこう、突き抜けきれないというか、なんかこう、一本線がこう通らないというか、なんかこう、詰まるという、喉の奥にこう、なんか詰まっていく感じが あったのが、ここを久保さんが説明前回してくれたんじゃないかなと思ってて、僕の状況、どういう状況かというと、まあ、これから塾を販売する状況に言いますと。そして、そういうことがあり、久保さんのチャンネルに、こうやって出させてもらっています。こういうような形でですね。そして、舞姫大学の奈美さんのところにも、この気になる男という形でシリーズ化してまた出させてもらっているということで、まあ、いわゆるこの速稼塾のお客様が一部対象になるであろうと、今回の塾販売をする際にですね、そうなるとやはり自分も速稼塾に正式に入って、まあ、正々堂々とね、新速稼塾生ですよろしくお願いします、そしてみたいなね、そして販売させてくださいという感じで販売する方がやっぱりすごく楽だと、すごくそのまあ、筋が通るというか、まあなんかすんなり言っているっていうのはやはりすごくあって、そして、久保さんこれ言ってくれたと思うんですけど、速稼塾入塾したら、まあ自分の意思もはっきりと変わるだろうと。ね、もう、塾生なんでね、速稼塾の塾生なんで、あ、これはもう、速稼塾の塾生としてしっかり自分の商品を販売しなきゃいけないという、この帰属意識ですよね。帰属意識。そして、そうなったところで今度は視聴者側にも少し変化が、あるんじゃないかと。まあ、目線からしても、これも久保さんの言葉を使うのであれば、同胞意識ですね。同胞意識というか、見ている人の印象もだいぶ変わるかもしれないし、応援して、やってもいいなっていう人が、一人か二人でも出てくれる可能性も、なきにしもあらずというところもあって、まあ、今、資金借りが少しね、厳しいっていうんであれば、じゃあ、今度はお金のない中にどうやって先行してね、入塾をもぎ取っていくかっていうね、そういうところを知恵と工夫を使って交渉していかないといけないよと、ビジネスは交渉の連続だよっていうところもお話ししていただいたんじゃないかなと思ってて、そしてそれこそが速稼塾のカリキュラムの一部なんだと、生活保護の方も200人速稼塾に在籍しているという話もしていただきました。熱意のある高校生が月1000円の支払いで速稼塾に入塾して、今社会人2年目で頑張っているというお話も聞かせていただきました。久保さんが提案していただいた速稼塾に入る交渉として、これから塾を販売するならば、じゃあこれ売れたら払えばいいじゃないかと、そういう考え方もあってもいいんじゃないか、ということを言っていただいて、あ、これは素晴らしい提案をしていただいたなと。ならこんな提案がしていただけるならばですね、あ、じゃあもうこれはもう流れに乗るのがもう一番じゃないかと、もうこれを聞いて、考えましてですね、まあ、時は来たれるということで、即断即決即行動というところでですね、
今ここで正式にお伝えしようかなと思います。と言いたいとこなんですけど、今ちょっとここで話すとですね、残りの話が飛ぶので、もう数分ちょっとお待ちして、いただきたいなと思うんですけど、ちょっとねこの話、その話は、放送の最後まで一旦取っておきたいと思います。そして2番ですね、2番最後にあった、先ほど1番と3番のお話したと思うんですけど、2番ですね、最低限の暮らし、つまりお金を使わない生活の話ですね。これにちょっともうちょっと掘り下げて話させてください。これは前回のさらに掘り下げになっていくと思うんですけども、僕が最低限の暮らしでいいんですよって言ったと思うんですけど、じゃあね、久保さんが言いました、分かったと、タカさんの思い分かったと、だがじゃあ家族のメンバーはどう思ってますかと、どう思ってるんですかと、みんなはみんな最低限の暮らしでいいんですかと思ってるんですかということを聞かれてですね、それをもう一回考え直すと、家族を養うものとしてですね、これは僕だけのわがままではないのかということに、まあ、気づいたわけですよね。そしてこの一家の主が最低限の暮らしでいいと、まあ、宣言してしまうと、これは確かに家族はね、まあね、一家の主がそう言うんであれば、まあ、つつましく生活するとは思うんですけども、それって別にその最低限の生活でにをする必要があるのかと、いやその最低限の生活でなければならないって蓋をする必要ってあるのかっていうところは前回言っていただいたかなと。つまりこれは今度は子供ですね、子供の成長に関しては最大限の可能性を成長期に与えておけば、素晴らしい選択肢のベストな生き方を見つけることができて、将来の道が広がっていくと。逆にですね、逆に最低限の暮らしだと選択肢がないので道が狭いと、要は選ぶことができないと。でこれを久保さんの話を聞いててですね、自分がちょっと思ったんですけど、これどうして最低限の暮らしでいいんだろうと自分は言ったのかと。まあ別に嘘をついてるわけじゃないし、そう思ったからそう言ったんですけど、そもそもなんでこの思考に至ったんだろうかっていうことを、こう今このスライド動画を作ってて考えたんですけど、いやこれ結論、何も考えていなかったぞ、考えてないぞと、何も考えていなかったから何も考えていないけどこの答えが出たぞと、となるとこれはもう自分の幼少期の影響しかないなというところに、まあ気づいたわけですね。知らず知らずのうちに親と同じ行動をしていたと、もう親から離れて、自分の家族を持っているのにもかかわらず、結局親のお金の使い方を自然と真似てしまって、そのままお金に対しての考え方をアップデートせずに大人になってしまったので、親のお金の使い方をそのまま真似していると。ともすればこれは一生気づかずに終わっていたんでしょう。人から見れば、ああ、同じだと気づくんでしょうけど、これが本人の立場になると全くわからないと。まあそもそも気づけないというか、気づかないというか、気づくということすらがないと。これはね、とても身に染みるお話でしたし、前回もスライド動画の中でいろいろと、確かに、なんでそういうことを考えているのかというところも少し、なんか話したような気がしないでもないんですけど、その僕の中にあるお金の常識っていうのはどういう常識があるのかというのを再度、ちょっと定義してみたところ、まあ親から刷り込まれたところ、そしてお金を全く使わずに生活するのが常識だと、つまり、最低限の暮らしで生きればそれでいいっていうところに、まあ、つながっていたんですね。まあともかくその普通に最低限に生活できればいいと。だからこそですね、この稼ぐ意味だったり稼ぐ理由だったりにこの意味を持たせることができずに思考停止に陥ったと。そもそも最低限の生活でいいのに、なぜその稼ぐというところですね。この稼ぐ意味、どうして稼がなきゃいけないのか、どうしてその稼ぐ先に何をするのかという意味が見出せずに、まあ、ずっと思考停止になったと。まあ、ここのジレンマというか、まあ、それが根強くメンタルブロックとしてブレーキがかかっていたので、まあ、その先まで考えれないと。そしてじゃあ親はどういう行動、どういうお金の使い方をしていたかってもう一度振り返ってみると、もう親は緊急で最も必要な時以外はお金を使わなかったと。つまりまあお金をいざという時まで使わなかったっていうところなんです。まあ具体的なことはまあちょっと置いといて、ともかく本当に
絶対これは出さなきゃいけない。もうここは出すでしょうと。ここ出さんといかんでしょうっていう時以外は使わなかったという使い方をしてたんですね。簡単に言うと、まあ、レジャーや余暇にはお金を一切使わない。まあ、使ったことがないと。そもそも使ったことがないと。まあ、その考え方もそのまま、まあ、インストールされていましたし、私もよく考えてみると、まあ、ほとんど財布を持たずに生活したところでしていたのが、まあ、高校生とか大学生。大学生もほとんどお金は使って、ないような気がしてて、そういえば誘われたらなんか飲み会に行ってたくらいで、別にそれぐらいしか使ってないなというところで、そう考えるともうそのままですね、何も変わってないと。だからその最低限の、要はお金ということか、まあ最低限の暮らしのためにお金はあるというとこが、自分にとって普通だから、まあ最低限の暮らしが普通だった。まあこういう気づきっていうのは、まあ言われないと多分永遠に気づかないし、まあ今ようやくハッと気づいたというか、まあここね、こうやってスライドが作りながらこう言語化して文字化して、あ、こういう考えになっているわということに、まあ今、本当に今ですね、今こう喋る前に書いてて気づいたんですよね。あら、こうなってるわと、こういう考え方になってるわと思って、やっぱね、この話、だから一回こうその話を聞いても、ね、まだピンときてなくて、で、こうやってこう書き出していったところで、あ、こうなってますわと、こうなってますわ、久保さんと。まあ、久保さんは分かってるんでしょうけど、みたいなね。でも僕は分かりませんでした、みたいなね。いうことを気づけたことにも、本当に大きな気づきが、まあ、あったなと今感じてるんですね。まあ、そういうね、ちょっと、少しね、しんみりした話になってしまったのですが、まあ、これはでも事実であり、その過去がそうなっていた、その過去から続いてきた今が自分の今なので、まあ、そこをね、まあ、変えていくしかないというところなので、まあ、このようなですね、まあ、お金のブロックっていうのをやっぱり一つ一つ解除して学んで、そして自分の中に取り入れて、お金を稼ぐっていうことにしっかりと意味を見出し、これは前回、久保さんにも言っていただいたところですね、まあ、言っていただいたことで、やっと理解ができたというところ、まあ、お金を稼ぐということで、これは一番ですね、家族の生活をしっかり守りましょうと。お金を稼ぐことで家族の生活をしっかり守りましょうと。そして2番、お客様のサポートをしっかりこれで行いと、お金を稼ぎ続けることによって、お客様のサポートを、お金を稼げなくなったらば、塾の運営もできないし、塾の運営ができないということは、お客様にサポートができなくなる。つまりお客様を裏切るようなことになると、それはあってはならないことだと。だからこそお金を稼ぎ続けるんだっていうことを、まあ、話して、お話ししたような気がしないでもないですけど、だからこそ、稼ぎ続けるっていうこと、まあ、前回のテーマが稼ぎ続けるだったので、これを安定的に継続的により強固な地盤を作って、こちらですね、こちら、久保さんがサムネとして使っていただいた、しっかりと根を張って、そして枝を茂らせ、その実をつけていけるように、そしてさらなる自分への成長と期待を信じて行動するためにですね、ために2022年9月22日木曜日、今日ですね、まさに今なんですけども、覆面 YouTuber タカは一つの決断をいたします。久保さんからご提案がありました通り、久保さんが運営している塾ですね、現在のところ1000名を超えて世界14カ国、アフリカ大陸以外に生徒さんが在籍する速稼塾、こちらの速稼塾なんですけれども、速稼塾への入塾を正式にお願いしたいと存じます。支払いについては塾販売の売上から後払い一括でお願いしたいです。このような条件で了承していただけるならば大変ありがたいと思っておりますし、この条件で、どうにか どうか、お願いしますと言いたいところでございます。それでは気になる男第16話、知恵も工夫もなければ即断即決して前進め、これで終わりにしたいと思います。ここまでの放送は覆面 YouTuber タカがお送りしました。ここまでありがとうございました。